こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県、さいたま市、東大宮駅の西口の方に来てます。あれ、西口かな。東、西口ですね。西口の方に来てます。今からね、東大宮駅の周りを歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年の5月6日金曜日、時間はですね、午後6時半ですね。ではね、歩いていきたいと思います。ちょうど綺麗に映りますかね。夕焼けがすごい綺麗な時間帯です。そうです、なかなか美味しそうなメロンパンの店ですね。Higashi-Ōmiya Station。コーヒーマンガ文庫。
八百屋さんと、じゃあ三つ星お肉屋さんですかね、隣同士でいい感じで、なんかいいですよね。そして踏切を渡って東口の方に向かいたいと思います。こちら東大宮駅の方ですね。
5軒声優があるんですね。あと24時間営業なんでしょうか。あ、24時間営業ですね。駅から人が流れてくる場所なんですね。あそこがあるんですね。ちょっと左に行きたいと思います。こっちが駅ですね。じゃあ逆に犯人行かないそろそろ駅の方に戻っていきたいと思います。ここにもなんか那須スポーツセンター、スポーツクラブとかね、あと一番かパチンコ屋さんですよね。点が歩いてみましょうか。
なんかちょっと駅の方に戻れなくなった感じなんですけど、ちょっとぐるっと大回りになっちゃいますけど、左曲がれるあたりでね、左曲がりたいと思います。ではですね、この辺りで撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。